ドブカス直哉は最速術師の直人の息子なだけあって、長宗に血液操作の間を与えないほどの素早さを持っており、不足している攻撃力はダサいと思いながらも懐に小刀を忍ばせて補強している。直哉は首くくって死んだらええねんと過激な発言をするほど兄が嫌いなため、長宗のようなお兄ちゃんを全力で遂行するタイプとは折り合いが悪く、長宗が語る兄弟論にはドン引きしていた。直哉は女性を軽視したり容姿をディスるなどの言動が多く、封建的な全員家が生んだ負の産物とも言えるが、なぜか読者からの人気は高く、公式の人気投票でもナナミンやトゲピーを抑えて6位に君臨している。